な。いつまで休もうかな。ライザー、カールさんやミオさんは見送りに来てないのか？せっかくの出発が締めっぽくなっちゃうから行ってきますは昨日のうちに言っておいたよ。朝起きたらもう農作業に出かけちゃってた。そうか、別に何年もお別れってわけじゃないしね。僕らの留学の方が大事なくらいさ。父さんとランバーにあの時みたいな大騒ぎをされたらたまったもんじゃないからな。旅立ちは楽しいもの。お土産を持って帰る時のことを思えばいいってお父さんも言ってたよ。さすが旅商人さんはいいこと言うね。お待たせしちゃったかな、フェデリーカさん。いえ、ちょうどいい頃合いです。それにしても本気だ。もちろん邪魔な軍刀をどかすためにってのも本気の本当だよ。お前たちにばかり頼ってしまってすまんな。せめて。はい、遠慮なくうちの瓶を使ってください。そのために整備したものですから。じゃ、行ってきます。ねえ、ライザ。ん？何？空剣刀を救うため、あの鍵を作らされてる。そう感じたとしても、気にせず学んでね。怖いことがあるなら、俺たちみんなで立ち向かおうぜ。ライザの言う通り、そうしないとダメだって言うなら、自分の意志で思いっきり突き進もう。もしお前が危なくなったら目を覚まさせてやる。うん、ありがとう。よろしくみんな。出航しますよ皆さん。はーい、さあ行こう、新しい土地へ。なんかまだ地面が揺れてる気がするよ。クレリア地方の玄関口にあたる船着き場です。ここまでたどり着けばサルドニカも近いですよ。よし、じゃあ出発しよっか。道なりに進みましょう。新
らしい土地、ワクワクするよね。俺たちでやってみるか。これで平気だと。小規模な港があるな。ここも移動か何かで使われているのかな。よっ。依頼完了だな。ライザなら有効活用してくれるよね。景品を鑑賞してると私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。うんうん、今度絵画とかも見てみようかな。集めておくか。よっ。これ本当に使うの？ちゃあ！これも使えるのか？ちゃあ！みんな！敵だよ。やってやろうぜ。よ
この調子で行こう。敵だ、気をつけろ。さあ、サポートは任せて。行こう、ライザ。あいつなら鍵が作れそうだな。試してみる。ここは任せて。了解。了解。終わりだ。おしまい。しびれてみるか。力が溢れてやがるぜ。一匹やっつけた。やったね、ライザ。そこだ。そりゃ。連続だ。あいつから鍵が作れそうだな。試してみないか。みんな大丈夫だった？強くなれそうだね。強くなれたみたいだ。敵だ、気をつけろ。レント一人突っ走らないで。笑わせる。どうだ、ライザ、一丁やってやろうぜ。任せてよ、ライザー。はっ、そりゃー、終わりだ。一匹やっつけた。やったな、ライザー。 あいつから鍵が作れそうだな。これでおしまい。試してみないか。ゲット、ここは任せて。蹴散らす。あたしたちの勝ちだね。よし、まだまだ強くなれるぜ。ま、この程度余裕よ。どんな素材も無駄にならないからね。とりゃあ、あそこ魔物が集まってる。敵だ、気をつけろ。行こう、ライザー。それ、くらえ。クラウディア、終わりだ。やっつけよう。しびれてみるか。わわわ、はっ、あいつの鍵が作れそうだな。ゲント、試してみないか。ゲント、はっ、いや、こいつでどうだ。しびれてみるか。はっ、一つだぜ。はっ、せい。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。そう、よくやった。任せろ、ライザ。始めるよ。大盤振る舞いよ。ありがとう、ライザー。行くぜ。はっ、はっ、クリスマス終わらせる。とどめだ。わっ、こんな、ついてこれる。あたしたちの勝ちだね。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。あ、発見。チアよっ
ってきた。眠気覚ましの薬とか作れないかな。あったら便利そうだけど、寝るときはちゃんと寝た方がいいよ。もしかしたら仕事でも使う。あ、発見。いや、なんでもないよ。お昼。私お腹空いてきちゃったよ。何が入ってるかな。あ、発見。それ。見つけた。旅先で歴史のある遺跡とか遺物と出会うのが一番の楽しみだね。私も面白い素材に出会っていろんな調合をするのは好きだな。面白いものを見つけたらタオ君に送ろうかな。感じが普通なの？見つけた。モリッツさんとやり合ってた時はもっとこう当たりが強い感じだったよね。実は町の代表として侮られないよう必死で、時には見栄を張ることも必要だよね。見つけよ。敵だ、気をつけろ。頑張ろう、クラウディア。頑張ろう。くらえ、終わりだ。うわはっ、ライザーお願いするね。よし、終わりだ。一匹やっつけた。ライザー、頼んだ。やったね、エイザー。終わらせる。今の動きが作れるかも。とどめだ。終わらせる。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。それくらいできて当然だぞ。みんな大丈夫だった？みんな無事でよかった。よっよっ。とりあえず一休み。どれも美味しそうだけど。どれくらい休んでいこうかな。
何しようかな。いや、まだいけるよ。これが強い魔物の気配。戦ってみる？敵だ、気をつけろ。クラウディア、援護は任せた。これで終わりだね。どこ行くんだ？靴底が剥がれそうだな。俺直せるぜ。よかったらやろうか？そんなこともできるのか。さすが冒険慣れしているな。移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。ねえ、どこに行くのさ？Thank you.
ねえ、どこに行くのさ。どこに行こうかな。なんだ。港から続く道を歩いてると、初めてオートに行った時の気持ちを思い出すな。俺たちでやってみるか。との恐ろしい物価を経験しちまうと、空剣島が天国に思えてくるな。どこに行くの？お、どこ行くんだ？なんだ？ライザたちに初めて会ったのがこの森だったね。懐かしいな。何作ろうかな。入れる場所は、どこに入れよう。入れる場所は、材料は、入れる場所は何入れようかな。考えすぎかな。何入れようかな。レベルアップ。どこに入れよう。入れる場所はこんな感じ。よし、行け。何作ろうかな。どこに入れよう。材料はマテリアル缶開放。どこに入れよう。材料は入れる場所は
入れる場所はどこに入れよう。よし、行け。何作ろうかな。マテリアル缶開放。入れる場所はどこに入れよう。何入れようかな。何入れようかな。材料は入れる場所はどこに入れよう。どこに入れよう。こんな、よし、行け。どれにしようかな。どこに入れよう。どこに入れよう。どこに入れよう。材料は、どこに入れ、何入れようかな。何入れようかな。考えすぎかな。材料は、どこに入れよう。材料は、何作ろうかな。何作ろうかな。何入れようかな。マテリアル缶開放。入れる場所は、こんな感じ。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所はレベルアップ。何入れようかな。入れる場所は、材料は、どれにしようかな。作ろうかな。
何作ろうかな。マテリアル感解放。入れる場所は、材料は入れる。何入れようかな。マテリアル感解放。どれにしようかな。こんな感じ。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は、何作ろうかな。何作ろうかな。どこに入れよう。まだすごくなるかも。入れる場所は、入れる場所は何入れようかな。どこに入れよう。材料は、入れる場所は、何入れようかな。まだまだすごくなるかも。入れる場所は、材料はレベルアップ。いいか、よし、いけ。どれにしよう。作ろうかな。入れる場所は、レベルアップ。材料は、入れる場所、何入れようかな。入れる場所は、どこに入れよう。何入れようかな。マテリアル感解放。よし、行け。
どこに？知ったる空剣刀も大人になって見返すと発見もあるよね。物理的に新しい島も発見したしな。それもそうだ。お、どこ行くんだ。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣刀が天国に思えてくるな。のどかでいい場所じゃねえか。ちょっと眠くなってきたぜ。これで平気だ。よかった。僕らで手伝ってあげない？私たちでやってみよう。どんな素材も無駄にならないからね。敵だ、気をつけろ。行こう、ライザ。クラウディア、一斉にやっつけよう。これでおしまい。とどめだ。終わらせる。ライザ、お願いするね。そりゃー、こいつでどうだ。一匹やっつけた。やったね、ライザ。さあ、いけー。チケット、ここは任せて。蹴散らせ。これでおしまい。よし、今だけいけそう。やったな、ライザ。みんな、大丈夫だった？ま、この程度余裕よ。どこに行くの？
工芸品を鑑賞してると私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。うんうん、今度絵画とかも見てみようかな。さあさあ集めちゃいましょうね。どうだ、とりあえず集めておくか。あの魔物か。よっ、見つけた。無理せずやっていこう。ここは跡地かな。今は使われてないみたい。少し物寂しさを感じるね。不思議な力だね。どこに行こうかな。少しでサルドニカです。サルドニカ、どんな街か楽しみだね。俺の剣の腕も上がってきたか。まだまだ高みは遠いぜ。はしゃぐな。オートに来た頃もああだったよね。だって綺麗なものは綺麗だし。そう言ってもらえるのは組合長代理としても嬉しく思いますね。組合長代理。はい、この町は町長ではなく交渉を束ねる交渉組合長がその役割を担っているんです。代理ってのは。先代だった父が亡くなって以降、若輩の私がその代理を務めさせてもらっています。そうなんだ。父のことはともかく、代々我が家が担うこの仕事を私は誇りに思っています。組合長としても交渉としても尊敬できる父を追って精進する日々です。誇りを持って伝統を守るとい、そういう生き方もなかなか。例の文様については直ちに調べますが、我が家の蔵には一族以外の出入りができません。どうしてもある程度の時間はかかると思います。組合長代理の仕事をしながらなんでしょ。調べてもらえるだけで十分だよ。その間どう過ごされるおつもりですか。うん、錬金術の精度を上げるために魔石とガラスの加工。両方となると一筋縄ではいかないと思いますよ。え、どうして。そうですね、場所を変えましょうか。この先に広場があります。そこまで歩きましょう。いいの手に入るかな。よっ、集めておこう。これも使えるのか。
ライザなら有効活用してくれるよね。どこ行くんだ？移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。何かやらないといけないことがあったような気がするんだけど。メモとか残してないのか？私がそんなに几帳面に見える？が剥がれそうだな。俺直せるぜ。よかったらやろうか？そんなこともできるのか。さすが冒険慣れしているな。これで平気。依頼完了だな。この広場、そしてこの台座はサルドニカの開港100周年を祝う彫像の建造予定地なんですが、まだできてないんだ。サルドニカには大きく分けて2つの派閥があります。その2つって？はい、魔石派とガラス派です。2つの派閥はどっちが彫像を建てるかで揉めていて、今もまだそ組合長の命令でも無理なのか？町長と組合長の役割は両派の取りまとめで、ね、よくわかんねえけど、ライザに技を学ばせろって強制はできないわけか。
なるほど。一筋縄じゃ。長く滞在することになりそうだね。宿を取ってもいいけど、こういう町の宿は結構いいお値段するんだよ。そうだ。フェデリータさん、町の外でいいから。町の外であれば許可はいりませんが、何をする気なんです？拠点立てちゃおうと思って。え？立てちゃおうと思って。聞こえなかったわけではないです。立てるって本気ですか？うん、錬金術の力見せてあげるよ。またいつで。さすが芸術の街だな。来た道を戻ってトンネルを抜けた先、しばらく歩くと開けた土地が見えるはずです。案内よろしくね。せっかく来たのに街の観光はしないのか？一旦後回しかな。どこか行くのか？どこ行くんだ？新たな舞台、新たな冒険。どこ行くんだ？
ここでいいの？ものづくりをする人たちが集まってる町。いいな、こういう町大好きだよ。どこに行こうかな。冒険が俺たちを呼んでるぜ。どこか行くのか。先で歴史のある遺跡とか遺物と出会うのが一番の楽しみだね。私も面白い素材に出会っていろんな調合をするのは好きだな。面白いものを見つけたらトークに送ろうかな。あの人何してるんだろう。ここも地図に記しておこう。お、どこ行くんだ。お、港から続く道を歩いてると初めてオートに行った時の気持ちを思い出すな。あそこ魔物が集まってる。みんな敵よ。私が援護するよ。どうクラリア、援護は任せだ。終わりだ。この見つけなさい。ライザ、お願いするね。今なら鍵が作れるかも。どうだ、終わりだ。ライザ、頼んだ。一匹やっつけた。せっかくだ。とどめだ。経験はっせい。今なら鍵が作れるかも。くらい。しびれてみるか。攻防一体の技だ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。あたしたちの勝ちだね。敵だ、気をつけろ。さあ、サポートは任せて。どうだ、行こう。ダメだ。うわ、今なら鍵が作れるかも。最後だ。ライザ、お願いするね。任せろ、ライザ。ちょっとヤバいな。くらい。終わらせろ。ダメだ。まあ、二つよ。これでさ、頑張ろう、クラウディア。終わりだ。いけ。ありがとう、ライザー。わっ、はっ、どうだ。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ありがとう、ライザー。やろうぜ、タオ。成長を見せてあげるよ。まだまだ。最後だ。
は気をつけて。強い攻撃が来そうだ。くらえ、最後だ。燃えちゃいなさい。いい修行になったぜ。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれたみたいだ。お前ら、とりあえず集めておくか。みんな敵よ、頑張ろう。クラウディア、くらえ、終わりだ。そりゃ終わらせる。任せてよライザー、終わりだ。死にちゃいなさい。任せろライザー。そんな冷たいよ。一匹やっつけた。やったね、ライザー。どうだ、とどめだ。おしまい。はは、終わらせる。一匹やっつけた。それや、経験の差か。それ、よいしょ。あたしたちの勝ちだね。まだまだ戦えるぜ。どんな素材も無駄にならないからね。チュアー。ライザなら有効活用してくれるよね。ねえ、どこに行くのさ。いいもの手に入るかな。こういう道って冒険の始まりって感じがするから、歩いてるだけでワクワクするの。それ集めておこう。あ、よっよっ。どこに行くの。これも使えるのか。この水、水も澄んでるね。どこか行くのか。けどあまり荒らさないようにした方がいいかな。わけのわからん不思議な鍵だ。よっ。さあさあ、集めちゃいましょうね。いいものを見つけたな。みんな敵よ。
成長を見せてあげるよ。全然出ろぜ、ハオ。ライザ、お願いするね。くらえ、こんな、くらえ、こんな、こいつだ。あらら、楽勝だったわ。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。見つけた。あ、発見。みんな、敵よ。成長を見せてあげるよ、レント。やってやろうぜ、タオ。うわ、うわ、うわ。はっ、はっ、はっ。行くぜ。ライザ、お願いするね。やってー。任せろ、任せろ、ライザ。二つよ。うわ。せい。はっ、せい。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。それ、トウ君。やったね。せい、くらえ。終わりだ。終わらせ。うわ。冷たいのもいいかな。くらえ。今なら鍵が作れるかも。終わりだ。ライザ、助かった。あたしたちまだまだ強くなれそうね。強くなれたみたいだ。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し羨ましいな。気が気持ちいいね。いい場所じゃねえか。拠点を。この先に空き地があります。そのあたりが使えるんじゃないかと。うん、行ってみよう。疲れたな。どこに行こうかな。生態してるんだろう、あの鳥。みんな、敵よ。クラウディアの弓、期待してるぜ。終わりだ。
ちの勝ちだね。工芸品を鑑賞してると私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。うん、今度絵画とかも見てみようかな。広さだね。みんな素材集めとか。もちろん俺たちも使うことになるんだし。もう一度聞きますが、本気ですか？本気も本気よ。入れる場所は、入れる場所はどこに入れよう。どこに、材料は、材料は、どこに入れよう。材料は入れる場所は、どこに入れよう。いい感じじゃ。よし、行け。ライザのアトリエ、サルドニカ支店ってところかな。錬金術師って一体何者なんですか？短時間でここまで。最初はそういう反応に。すごいでしょうって言いたいところだけど、タオは建築学の知識でいろいろ教えてくれたり、レントとボースが力仕事をしてくれたりとか。内装はクラウディアがアイデアをくれたしね。役に立てたよ。私も工芸の技術は必死に学んできましたが、これは完全。みんな試しに入ってみない？賛成。さ、フェデリーカさんも。え、あ、いいんで。もちろん。今のうちから言っておくが、あんまり散らかさないようにしろよ。なんかボスがお母さんみたいなこと言ってくる。
散らかすのは事実だろ。荷物を整理して一休みしたらサルドニカに戻ろうか。フェデリーカさん、大丈夫？交渉組合の本部に向かいましょう。どこに置こうか、どれにしよっかな。樽か。お、樽か。うん、樽だね。タッタルルー。この前、旅先で私のことを知ってる人と会ったんだ。おい、有名人じゃん。